イラクヤの花澤です。本日はこちら女の体悩み解決ブックを参考に、不快な手のしびれ、腕のしびれ、だるさを改善するストレッチを場所別にご紹介いたします。ではまず腕の内側から親指にかけて、こういう感じでしびれが出ているという時には、鎖角筋が原因になっています。でそこをストレッチします。片方の手をトムの端にかけて、そしてこちらの左に倒すとしては倒すとしたら右手をの椅子の画面に当てて安定させて、そして無理をせず頭の重みで倒すようにして手を添えながら左に傾けます。この状態を30秒ぐらい保ってください。痛くないぐらい、あまり効いてるという感じがしないぐらいです。この筋肉が凝ってくるのはデスクワークなどで、頭を前に突き出すような背中を丸めた姿勢をとっていると、頭を支えるために鎖角筋が凝りますので、姿勢を気をつけることも予防につながります。反対に取りますね。同じようにして左の手を椅子に、その下に当てて支えて、で、右の手で頭を添えて横に倒しますね。で少しこう後ろに傾けるようにするとさらに、気持ちよく伸びるかと思います。こちらも30秒行いました。このストレッチは2回繰り返します。また右手を当てて椅子の下に当てて、手を頭の横に添えて横に倒す、少し後ろにするとよりこう伸びている感じがあると思います。気持ちいいぐらいの強さで無理なく行ってください。安定していれば座っていなくてもいいですけれども、なるべく座った状態で両方の手を使って首、鎖角筋を伸ばすという方に意識ができる状態で行う方がいいです。はい、でこちらも同様に、また姿勢もこういう風になってたりしないように、背中を起こして首を引いて顎を引いていい姿勢で正しく行うようにしましょう。しびれが出ている場所が片方だとしても両方をストレッチしてください。鎖角筋のストレッチでした。次は肩や上腕、手首の方にしびれが出ているという時のストレッチになります。そういう方は肩甲骨周りの筋肉が、
負担がかかって起こっていると考えられます。こう手を前に出した姿勢でいると、腕の重みをサポートしている肩甲骨周りの筋肉が、疲れてくるわけですね。それをストレッチで伸ばしていきますね。足を肩幅にして、こう手を肘のあたりでクロスするようにして、肩の裏側のところを、肩甲骨の周りをですね伸ばしていくような形になります。肘のところでロックするように引くようにして、こちらの手を、右の手を左の肘で引くようにして挟んで、で持ってきますね。でこの時にこう首も、伸ばすように、手がある側と反対の方に、首を伸ばしますと、首のストレッチも同時に行います。でこの時にですね、まあ、真っ直ぐにこういうふうに持ってきてもいいんですけれども、こう、まず手首を返して手のひらを見せるようにして、親指を握ってグッと引き寄せる。このようにやるとより効きますので、柔らかい方はこのように行うことをおすすめします。これも30秒程度行ってください。乗っても同じように行いますね。このようにして、これで十分伸びていると感じられる方はこれで、これだとちょっと物足りないという方はこのようにして手首を返して親指を掴んでグッと反対の肘を引いていって伸ばすんですね。首も回すようにしますと、さらに首の方の筋肉も伸ばすことができます。で親指をこうグッとねじり上げるような感じにすると、腕の筋肉も同時に伸ばすことができます。こういう感じですね。これが肩甲骨の周りをストレッチする方法になります。肩甲骨周りに原因がある方におすすめのストレッチもう一つありまして、仰向けに寝ます。そしてこのようにバンザイをする形で30秒間キープしますね。これで肩甲骨周りが緩みます。リラックスして気持ちよく30秒間この姿勢を維持してください。無理に高く上げる必要ありませんので、できる範囲でこの万歳の姿勢をとってください。最後はですね、二の腕や手のひらの小指側半分、この辺ですねにしびれが出ているという場合に行うストレッチ、大胸筋のストレッチになります。壁の端に角に手を当てて、でグッと体を前に倒しますね。
あるいは腕を添えてひねるようにします。これでここが伸びます。これが大胸筋のストレッチになります。これも30秒程度行うようにしてください。前傾させるとより効いてきますね。伸びてるのを確認しながら、角度や向きはちょっと微調整してください。胸のストレッチはこのように手を後ろに組んで、お尻からなるべく離すように持ち上げるというふうにして、このように左右に揺らすことでもできます。こういう感じですね。この動きをやると肩甲骨周りもほぐれてきますので、肩甲骨周りに原因がある方も、あるいは肩が凝っているという時にもこのストレッチは効果的ですね。壁がなくてもできますので、そのような時はこのようにして胸のストレッチを行ってください。はい、以上になります。ありがとうございました。